じゃあ続きやっていきます。次がノーズアンガイドスピードウェイ。これはもう一周のタイムアタックしかねえじゃん。じゃあ今回はこの15秒だけ走っておしまいか。つまんねえな。なんかおまけ用意するか。おまけ、おまけの内容はまあいいや、後で考えよう。2つのコーナーで構成されるノーザンアイルスピードウェイ、どちらもアクセル全開でターンインしてパーシャルスロットでエイペックスを通過、再びアクセル全開で立ち上がります。ターン2の出口はターン1に比べてややタイトで壁に接触しやすいのポイントです。アクセルアクセルタイミングで注意しましょう。同じ R だと思ったらターン2の方がきついんだ。じゃあアクセル全開で、でパーシャルスロットルで、ああダメー、ちょっとダメー。っていうかまだスタートしてなかったわ。あそこが、あそこに通ってからスタートだわ。ダメー、欲張ってるな。ちょっと欲張っちゃダメ。はい、ここからスタート。遅いな、なんか遅い気がする。13、よーほー、はーい、やべえ、15秒で終わると思ったら予想以上に難しいぞこれ。おまけを考える必要がなくなったな。で、こっちの方が、あーダメー、思ったより難しいぞこれ。はい、これは5速に上げないで4速で回った方が速いでしょう。多分で、はい、これでどうだ。 OK、 クリア。よーし、割とギリギリだったね。はい、まあリプレイ見てもあんまり面白いものないけど、リプレイ見えますか。します。バンク回ります。うん。あ、ここからスタートか。で、ターン1回って、まあ、壁ギリギリまでアウト寄って、ターン2回ります。壁ギリギリまで寄って、おしまい。じゃあ、今回の動画はこれでおしまいです。ありがとうございました。おう、これでもプレゼントかもらえるね。はーい。なんだろうな、かぶらなければ何でもいいや。かぶったね、かぶっちゃった。1台は自分の金で買ったやつだわ。はい、はい、オッケー。じゃあなんかおまけ考えておきます。はーい。